大江高地は、平安時代中期の貴族、四季部、大輔、大江正平の子。には、西洋にした、四季部大輔。父、正平と同様に、紀伝道に進み、文章特行政を経て、長宝三年対策に求大。なお、本庁門随には、対策の答案が再録されている。観光三年一条天皇の東三条殿、行行の際に、父、 マ平に従った高地下が作った文が評価されて六位蔵人に任せられた。観光五年頃巡尺により十五位下、筑前ゴ森に除任される。三条朝に入ると、東宮、厚平親王の東宮学士に任せられ、昭和三年、厚平親王の五読書士の五博士役を務めた。昭和五年、厚平親王の戦争に伴って十四位下に除せられる。一条朝では、 自読や文章博士を務めて、聖恩医した四季武圏大輔に至った。また、地方官として、泉守る、三河守る、丹後神を検体した。五霊勢朝初等の英正元年六月即去臨終に際して、自らの学者としての生涯に満足していると語り、絶命の時随想が出現したという。高近の出世が伸び悩んでいる時に、母の赤染衛門は、 藤原道長の妻智子に歌を送った。頭の雪イコール自分を白髪と書け、年をいつつも息子を案じる、母の心を読んだ歌であるという。道長はこの歌を見て、道場の心が湧き、高近は泉国国士に任じられた。だが高近は国士赴任中に病にかかってしまった。高近の病は重くなる一方であったので、赤染エモは軽から急いで駆けつけ。 住吉神社で、息子の地位を祈願した。見手倉には一種の歌が添えられていた。自分の命を捧げても惜しくはないので、息子だけは助けてほしいという歌であった。やがて高近の病は全開したが、母の行動を伝え聞いた高近は、同じように、住吉神社に赴き、母が死んでは生きてはいけないので、母が捧げた命は、自分の命で補ってほしいと祈ったという。 以上の説話は、赤染衛門集、今弱物語集巻、第24に収められるほか、実金賞巻10、古今貯文集巻五などの説話集にも取られて広く、流布した。ありがとうございます。